さあおい吉田、はい、もうすぐやれ早く、はい、吉田市長、こちらの映像は東京電力が先週金曜日に公開した原発事故直後のテレビ会議の映像です。福島第一原発、福島第二原発、柏崎刈羽原発、そして東京電力の本店、さらに福島オフサイドセンターと5カ所を結んでのもので、今回は6時間分が公開されました。その公開された映像から明らかになったのは、自家用車のバッテリーを10個つないで電源を確保するなど、後手後手に回った事故対応でした。ごめん、ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これで調整してないでさ、ここにいきなり言うからさ、話混乱するんだよ。今重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれよ。原発事故当時の生々しい記録が残されていた。先週金曜日、東京電力は社内テレビ会議の映像およそ6時間分をホームページで公開。映像には当時の吉田所長と東電本店とのやり取りなど、緊迫した様子が映されていた。爆発が今起こりました。だってどの道吹き飛ぶんだよ。映像は1号機が爆発した日の夜から、3号機が爆発し、2号機が深刻な状況に陥るまでの姿が映されている。震災から1年半が経って、ずいぶん時間が経ってるんですが、なんでこんなに遅いんでしょうか。個人情報を我々として配慮させていただきまして、テレビ会議の実際の音声をもとに再現映像を重ね、原発で起きた緊迫の3日間を映し出してみた。公開された記録は、1号機の爆発から7時間以上経過した12日午後11時から始まる。東京電力本店の会議ではこんなやり取りが記録されていた。で、ご承知のように、大変民主党政権は若い人たちがそういう役になってますから、非常に優秀な人たちだとは思いますけれども、まだなんかこう、イラカンって言葉があるけども、とにかくよく怒るんだよね。私も6、7回どづかれましたけども、最初は菅さんとか言われて、何かあっても大丈夫だって言えるのかって、散々ギャーギャー言うわけです。一方、1号機が爆発し混乱に拍車がかかった、吉田所長率いる福島第一原発に本店から何度も質問が飛び込んでいた。すいません、なんかもうニュースで言っちゃったそうです。1時に圧力容器満水になりましたって。で現実に満水になるのは何時頃ってことにしましょうか。いや、だからさっきから言ってるように、流量計も信じられないし、満水にならない可能性もあるわけですね。電源が喪失した福島第一原発。しかし、バルブの開閉などのために電力を必要とした。そこで職員たちが取った行動は、バッテリーあと4台足りないので、ちょっとどなたか前かのバッテリーお貸しいただければ。車のバッテリーでわずかでも電源を確保しようとしたのだった。ちょっとね、また別の問題が上がってきて、1号機燃料プール、今剥き出してます。手を打ちたいんだけど、なんとも。1号機の燃料プール、どうすれば冷却できるのか、吉田所長は意見を求めたが、氷をぶち込む、氷とかドライアイスとか何でもぶち込んじゃう。プールの水って3000トンぐらいあって、効果考えると、本当にちょっとまさに焼け死に水。1号機と同様、3号機の建物上層部に水素が溜まり始めていた。溜まった水素を逃がす案が飛び交ったが、自衛隊に頼んでさ、火器でパネル吹っ飛ばしてもらう、海側から。いや、それね、なかなかそれ考えたんだけど、下に大事なものがいっぱいあるんだよ。だってどの道吹き飛ぶんだよ。結局結論は出なかった。電源を確保するためには、車のバッテリーを今10個、直列でつないでやっていたのが枯渇したんで、バッテリーをとりあえず確保しないと。今日うちの方でいわき方面にバッテリー買いに行ったんですけども、はい、どこも買えませんでした。明日また買い出しやるんで、ちょっとトライしてみたいと思います。
すいません、資材班ですけど、明日また買い出しに行きますので、ホームセンター等で手に入るようなもので、何かご希望のものがあればリストを持って。震災からすでに50時間以上が経過しているにもかかわらず、頼みの綱は車のバッテリー。さらにホームセンターでそれを購入しなければならない。重大事故は起こらない、そう安全神話を謳っていた原発の真実の姿だった。東電本店では別の事案の会議が検討されていた。戦後の混乱期以来初となる計画停電だ。官房長官と福山官房長官と蓮舫需給対策大臣から、その3人からですね、人工呼吸器、人工心肺、これを家庭で使ってる人をお前は殺すことになる。でお前はそれ承知して計画停電をやるということは、俺は殺人罪をお前に対して問うと、それやったらと言われました。だから午前中はやらない。午前中はやらない。やらない。広報面ではどういうふうに対応するんですか。やらない。何もしないっていう。やらない。今からだって記者会見なんかやったらまた大変なことになるからさ。はいはい。すでに14日の午前中は計画停電しないことが決まっていた。しかし交代で電気を止める計画停電を始める予定です。午前中は計画停電をしないことが決まっていたにもかかわらず、国民には知らされなかった。そのため首都圏の交通網は完全に麻痺した。計画停電のことで本店の会話が騒がしくなる中、3号機は急速に悪化していた。急激だな。積圧超えちゃうよこれ。あれがダウンスケールしちゃったじゃん。水が小森さん、はい、水位がダウンスケールしてる。うん、これね、もう危機的状況ですよこれ。 HF の正門まで、持っていきます。正門ゲートで出迎えてください。ごめん、ちょっとそれさ、そっち側で電話でやってくれ。これのこれで調整してないでさ、ここにいきなり言うからさ、話混乱するんだよ。今重要な会議なんだからさ、調整したやつ言ってくれよ。そして14日午前11時本店、本店、はい、本店、本店、本店、大変です、はい、大変です、はい、はい、3号機、多分水蒸気だと爆発が今起こりました。ついに3号機が爆発。その一方、東電本店では報道向けの発表内容について協議が行われていた。要はさ、1号機を3号機に変えただけだって言うんでしょ。それで、水素爆発かどうか分かんないけど、もう国がなんかファインが水素爆発って言ってるから、もういいんじゃないの、この水素爆発、可能性って。もうすでに官邸も水素爆発って言葉使ってるから、それに合わせた方がいいんじゃないですかね。3号機の爆発後、2号機も水素爆発の危険性が残されていた。2号機のですね、ブローアウトパネルは、なんかもう、多分1号と爆発の時か、あ、ずれてるのみたいなっていう情報あります。おー、ラッキー。そう、それでちょっと今大至急確認に行ってますけども、ちょ、まだ未確認だから喜ばないでね。つい喜んじゃった。不幸中の幸いというべきか、2号機の外壁パネルが開いており、そこから水素が漏れ出し、水素爆発には至らなかった。しかし2号機は1号機、3号機以上に深刻な状況に陥っていた。燃料の水位が徐々に下がって、燃料の頂部になります。でその後、炉心油に行くのは、ちょっとこれ消したいなんだけど、あの圧が下がってるので圧を上げて開けようということで今現場に行ってます。入ってないし、ベントも効いてないし。ダメじゃん。最後これがやる、最後これがやるって感じだな。これさっきの爆発より弱い。もう早く入ってくれ。テレビ会議の音声には記録されていないが、その頃吉田所長は細野原発事故担当大臣に電話をかけ、こう伝えたという。これはダメかもしれない。ベントですね、ベントが一番先だ。打つ手がなくなり、ついにドライベントを実施するしかなくなった。それは圧力容器の水蒸気を直接外に排出するもの。大量の放射性物質も放出される。まさに最後の手段だった。格納容器の中のあれ、物山で出ちゃうんですよ。いや、もうだけど開けなきゃ、もうでもやるしかない。開けなきゃ加圧しちゃうんだから、開けるっけないんだ。で開けるってことを言わないとダメだな、これ。
しかし現場はわずか数分で致死量に至る高い放射線が出ている危険な場所。さらに電源を失った暗闇の中、作業は困難を極めた。ドライウェルベントできるんだ。さあ、おい吉田。はい。ドライウェルベントできるんだったらもうすぐやれ、早く。はい。吉田所長、吉田所長。はい。でも開けてくれよ。あの小弁は開いてももう一弁あるからさ、両そっちは開いてるのかい。もうあのいろいろ聞かないでください。ドライウェルベント今開ける操作してますんで、ディスターブしないでください。小弁やれ、まず早く。あとさ、フェールクローズ、フェールクローズなんだよ。東電が公開した映像はここで終わっている。この最後のやり取りの数時間後、2号機は損傷、さらに4号機の爆発、大量の放射性物質が放出された。事態は最悪な状況へと突き進んでいくことになる。はい、ね、もう相当大変な状況だったというのが伝わってきますけども、吉見さんも混乱そして緊迫ということですね。いや、あの時何が起こってたのかっていうことを改めてこうやってみますと、ちょっとなかなか簡単には整理はつかないですね。そうですね。で、これだけの重大な時に前田さん、そのマイカーのバッテリーであるとか、ね、ホームセンターに行ったっていう、車のバッテリーかとこうね、あの頼みの綱っていうのはちょっとびっくりしましたね。まあ、あの自家発電も全部あの津波でなくなってしまったということなんですけれども、その次はこれかっていうのはちょっと驚きですね。例えば素人考えだったら、じゃあヘリが自衛隊が電源車を持ってって降ろせばいいじゃないかとか、いくらでもなんかなんとかなるんじゃないかって思えるんですけどね、その持っていく用はね。まあ、どれほどの混乱だったのか、ここからテレビ朝日社会部原発担当の松井さんに解説していただきます。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。あの今回の VTR はですね、あの以前今年の8月に公開された、まあ、実質なんですが3月12日13日の丸2日分ほどの49時間の音声がある部分の中から6時間が今回公開されたと。ただこの49時間の中から我々報道陣に公開してほしい場所はどこか行ってくれと東京電力から指示が出まして、で我々はいやそうじゃなくて全部公開してくれとまず言ってるんですが、向こうはどうしてもそれはできないと。ということでじゃあ第2の策ということで我々は全面公開をまず求めてはいるんですけれど、じゃあこの場所とこの場所を出してくれという各マスコミが全部出したシーンを今回全部公開したということなんですね。そのために49時間松井さん全部見たっていう。そうですね、あの1日6時間しか行っても見ることができない、朝10時から4時で終わってしまうということが1ヶ月間公開されたんですが、私はほぼ丸2週間通って、まあ、お昼ご飯も全く食べないでずっと聞き続けて文字を見ながらチェックしてということをやり続けました。で松井さん中心にしたチームがその2週間ですか、はい、やったのがここにちょっと見えますかね。これ全部これは、はい、こちらに文字起こし、文字起こしになったやつですね。だから丸2日分を文字に起こすだけでこれだけになるということなんですね。そうですね、はい、これを文字に起こしてみて今公開された部分以外も松井さんはご覧になっているわけですけれども、はい、どういったことを感じられました。実は今衝撃的なシーンがたくさん、はい、もっとたくさんあるんですけれど、そこをさらにつなぎ合わせてますからこういうことになるんですけれど、実際はとにかく現場の方々の作業に頭が下がるとしか言いようがないです、本当に命を懸けた線量がですね、あの皆さん今年間1ミリシーベルトしなくてはと大変なことになっているわけなんですけれど、当時現場では1時間あたり250ミリシーベルトとかですね、今日1日ここにいたら100になりますからというのが会話がどんどん普通に飛び交ってるんですけど、その現場に行って作業しなくちゃいけないんですよ。指示する方も命がけで部下をもう部下も分かってるからっていうふうに、でその中で俺は嫌だって泣きながら逃げ出すとかそういう人たちは、まあ、この音声を聞く限りは全くない状況ですね。ただどうでしょう、組織としての対応ができていたのかどうかということになりますと、これはもう本当に反省してもらうしかないです、現場はこんなことになってしまったんですけど、そういう時にバックアップをするのが本店であり政府であり保安員であるというところなんですが、もう混乱の極みなんですね。で今先ほどあの車のバッテリーを使わなくちゃいけない、どうしてこんなことになるんだ、おっしゃる通りだと思います。ところが実は東京電力は3月11日に地震津波が起きた時に1000個のバッテリーを東芝に発注してます実は、で東京からバッテリーをもう持って車がスタートしたんです実は。ところが都心も大混乱だったり道が寸断されていたり、あと大変だったのは警官に止められて動けなくなった、ここがありえないんですよ。